ご覧になっているのが今回使用する材料でございます。生姜 120g でございまして、はい、高知県のですね四万十生姜、今回皮は剥きません。はい、生姜関連の動画たくさん YouTube で公開してまして、はい、新生姜の佃煮、新生姜赤梅酢漬け、はい、生姜ジャム、はい、豚生姜焼き、苗がのちらし寿司、これ生姜いっぱい使っております。動画参考にしてほしいなと思います、はい、レモンを絞ります、はい、ラジオのリスナーさんからいただきました。ありがとうございます、はい、ね、真ん中こうちょっと軽く切り込み入れまして、これね、はい、そうなんですよ、絞る時レモン絞る時これ結構大事なんですよ、はい、皆さん絞り汁大さじ2杯、残りのレモンはですね氷みたいにして置いといたら、はい、まあいつでも使いたい時湯煎にして溶かしてから蜂蜜、はい、大さじ1杯、はい、取ってください。ではね、今から鍋に材料を入れていきます。はい、生姜 120g、 このぐらいに言うと、220g ですね、はい、かなり大量です。そうですね、はい、軽く混ぜまして蜂蜜大さじ1杯です、多めに入れまして、はい、混ぜまして、はい、蓋を閉めてです。まあ一晩、だいたい12時間ぐらいですかね。はい、こう置いときます、はい。で、一晩置いたやつがですね、まあそちらにあるので、お願いいたします。これね、はい、蓋開けましょう。ダーン。なるほどね。かなりこう、しなびた感じで。火をつけます。はい。弱火でかけて、はい、あ、もうだいぶ、ふつふつと沸騰してきましたので、今から2分間、煮ます。まあ今だいたい1分経ったんですけど、はい、これなんか特に気をつけることありますかね、ここで。いや、もう、常にこうして混ぜておいて、はい、焦げないようにしてください。なるほど。皆さん、焦げには十分注意してください。はい、これ10分ぐらいで、はい。はい、ちょっと一回火消します。はい。はい、レモン。先ほどね、絞ったレモンなんですけど、はい、大さじ2杯ですね。はい。2杯。はい。気をつけまして、はい、で、まあ、弱火ですね。はい。で、こんな感じのですね、蓋のついた、容器を用意してます、はい、大事なのはこれ清潔にすることですね。ヨンちゃんはこれ何、煮沸消毒、もうもちろん煮沸してたんですか、はい、で、あの水分ご覧の通りですね、完全に拭いております、はい、これ万能粉式ですね、はい、これ熱いうちにやってください、出ないと固まります、はい、あ、なるほどね、はい、結局もうこの生姜は使わないんですね、シロップはね、これね、はい、まあ、魚を煮たりするときに使ったらいいんじゃないかなと、うん、実は私やってないんで、なるほど、はい、まあ、それぞれね、なんか再利用の方法は、可能性はありそうなんですけどね、はいはい、この生姜。粗熱が取れてから、蓋をしてですね、はい、冷蔵庫保存してください。はい、では、こちらのシロップの利用の仕方ですね。はい、甘酒を使います、はい。鍋に入れまして、はい、250g、300入れます。木べらちょっと軽く混ぜて、なるほど。はい、こんな感じである程度温まりましたん で、はいはい、でこのシロップをですね小さじ1杯ですね、はい、生姜シロップ入りの甘酒の完成でございます。体温まりますよ皆さん、はい、これにて生姜シロップの完成でございます。温めた甘酒に混ぜたりカレーや魚の煮付けに加えたり、そのまま水で薄めて飲んでも美味しいです。ぜひ皆さんお試しください。お相手はよっちゃんとバンバテッペイでした。最後までご視聴ありがとうございました。我々に料理リクエストある方は再生画面下のコメント欄にどしどし書き込んでください。はい。それでは次回の料理動画まで、さよなら！チャンネル登録といいね評価もお願いします。